道議選は46の選挙区で定数100をめぐり争われます。人口の少ない選挙区の定数が人口の多い選挙区の定数を上回る逆転現象を減らすため、今回から釧路市選挙区の定数は4人から3人に減り、恵庭市選挙区の定数は1人から2人に増えます。札幌市議選は定数68をめぐり争われ、10の選挙区すべてで選挙戦になる見通しです。道議選と札幌市議選の投開票は知事選、札幌市長選と同じ来月9日です。